次のラウンドどっちのサポートで行く？私はいつも感覚ラウンド1自分のポケモンを信じて頑張ってみて。自分のポケモンを頑張ってみて。せっかくバーストしたんだし。よし、捕まえたね。このまま畳みかけ、サポートゲージが足りないよ。ワクワクするよね。相手はどんな自分のポケモンを信じて頑張ってみて。かなりリードされちゃった。チャンスに来るよ。ナイス。ここは慎重に。次はサポートをかけて。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。真剣勝負やったね。バトルするポケモンを選んでね。サポートセット頑張ってアドバイスするよ。私はいつも
感覚で決める。このバトルリングは広いね。うまく広さを見せるかも。バトルは楽しむことだ。